よいしょ。なんかいきなりロス寒くなってきて、なんか雨も降ってるし、なんか熱出てきそう。ちょっと怖いわ。何やったっけ、バファリンじゃなくて、グリセリンじゃなくてさ、あれパブロン、パブロン飲んでて、なんかでもいつも寝不足なったら体悪するから分かってんねんけど、分かってんねんけどな、あかんねんな、いつも寝不足で体調崩す。で最近やってたあのオールスター感謝祭見てて、全然どうでもいいけど、あの猫踏んじゃったの作者が不明っていうのすごない？まあそれだけやねんけど、あと時効警察が始まって、始まったっていうか新作スペシャルかやってて、12年ぶり、2008年、11年ぶりかん、前はそう、だからすごい楽しみやって嬉しいわ。なんかでもやっぱ12年も経ってば老けるよね、役者さんも。なんかあ、怖っ、あ、やられた。うん、イエイ、時効警察な。なんかでもあの主人公の小田切城と麻生久美子が全然変わってないから、なんかすごい新作やと思って、なんかそのまんま昔の感じが続いてる感じみたいな、面白いよね。いやほんま、みんな見べき、見て、話がしたい。時効警察の帰ってきた、時効警察のあの第2弾のあの催眠術の回とかがすごい面白くて、あー見た方がいい。え、なんかもうおるやん、あー、やられた。で、今日学校行った時になんか何やったっけな、ホラー映画、そのなんていうの、アドバイザーみたいな、なんかなんて言ったらいいの、アドバイザーだから、なんかいろんな話聞いてくれるみたいな相談役みたいな人がいて、でその人となんかホラーの脚本書いててみたいな話してたら、なんか日本のホラーって面白いよねみたいな、アメリカって大概こうなんていうの、悪魔とかそういう系みたいな、だから部屋の中に気づいたらいたとか、そういうなんかドーンって驚かし方じゃなくて、なんかそういうじめっとした怖さが怖いみたいな言ってて、そうなんやって。でなんか全然ホラーとは関係ないけど、あのなんていうの、カメラを止める中を見た先生が、あれはすごい面白いとか言ってて、なんかすごい感動してて、であれなんか見た方がいいよみたいな、でもう一人の先生に話してて、思いっきりネタバレしてて、あれはなんか、あ、これを今言うのもネタバレなのか、そう、ああいうの見た方がいいよ。人気のもんにはね、人気になるやっぱ理由があるんよね。あ、やばい、あ、やられた。時効警察、そう、時効警察で言えばリンゴの歌も良かったし、なんかまあでも大概歌詞って似てくるよね、大概いつも大体同じこと言ってるから、なんかまあでもファンやから買うねんけど、別に買うけどみたいな気分になって、やばい、はい、このなんていうの、赤なんていうんだっけ、この武器なんていうんだっけ、
赤なんとかみたいな、これを道重さゆみがゲーム配信でこれスプラトゥーンやってた時に使ってて、さゆ好きと思って自分も同じの使い始めて、さゆもめっちゃ可愛い、可愛いない？誰に話してんのやろ、さゆ推し今更。なんか今日学校行った時のなんか動画撮ってて、なんか学校行った時っていうか学校のか、なんかその母親にビデオレターみたいな感じでこういう学校ですと思って送ろうと思ってで撮ってたら、なんかそんな面白いもんないよねと思って、なんか学校に、まあ、映画学校、映像学校やから、で、なんか、やばい。なんか学校のそのポスターみたいな写真がいっぱい飾られてて、ポスターっていうか映画のいろんなポスター、ミッションインポッシブルとか、負けた。スパイダーマンとか、そういうののポスターが飾ってて、でそういうのが全部なんかその学校についてるスタジオを使って撮られたみたいな、だからすごい有名っていうかなんかちゃんとしたスタジオらしくって、なんかまあでも学校になんか普通にプロも使ってるから誰でも使えるわけではないねんけど、だからでも芸能人会いたい。でなんか先生がやってたのはなんか、まあ、その学生と有名な役者さんとかそのスタジオに来る有名な役者さんとかの関わりはもうほぼないけど、なんかキアヌ・リーブスは なんかたまにフラッと来て生徒たちと話したりとかなんかアドバイスとかしてるらしくって、でなんかたまたま撮ってたりしたらなんか俺もちょっと出ていいよみたいな、亀尾出演みたいな、すごいよね。でなんか別に無料でいいよみたいな、なんかアメリカのそういうキャリーごめんって人いる、なんか芸能人とか芸能界とかってなんか役者の方が強いから、日本やとこうジャニーズ事務所とか事務所が強いみたいな、事務所でなんか雇ってるみたいな、なんていうんやろ、まあ、とりあえず事務所の方が大きくて、じゃあ事務所がやれって言われたらやらなんかやらなあかんみたいな、あ、だってタワーやって忘れてた、普通に夜見てた、話しながらやったらあかんなこれ、ゲーム実況なんかやるもんちゃうの、ぬってりキャリーごめん、今年ももう10月か、やば、なんか思い返したら今年の初めに学校が潰れたっていう、なんか去年実際に潰れたのは4月ぐらいやったかな、3月かで、ああもう痛い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 、ういおいおいおい、で今年の4月とかでなんかほんまいろいろあったし、負けてないわ死んだ、なんかほんまいろいろあったなと思って、で今の家に来てもう5ヶ月経ったんか、でなんかすごい仲良くなってやけど、こうパーキングがなくて自分の家の周りに、ほんでい
お、あいて死んでる。それが嫌で、なんかその自分のこの今の家の人が引っ越した先で、あのてかこの家がまずアーティスト寮みたいな、なんかアーティストの卵たちみたいなのが集まるところで、でなんかいろんな系列店、系列店、系列アパートみたいな感じでいろいろあって、今自分がいるのがイーストハリウッドで、でイースト、あ、怖い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 、やばい、怖い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 、一人二人誰か、おいおいおい、何の話だったっけ、あ、やばい、いる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 、おい、あ、あえて死んでる、いけ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 、乗れ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 、乗んね乗んね乗んね。で最初こっちに来たのも、ちゃうわ、何が話したかった、あっとな、そうだから去年のなんか下半期ぐらい、8月9月ぐらいからもうなんかこの学校やばいかもしれんみたいに言われてて、でも来年は大丈夫みたいな、自分が卒業するまではって言われてて、で今年の頭になって、イエイエイエイ、今年の頭になってなんか、いや今年は大丈夫やとは思うみたいに言われて、で1ヶ月ぐらいその学校が潰れますって発表の1ヶ月ぐらい前になって、おいおい、で1ヶ月ぐらい前になって、なんか次の楽器があるかわからんみたいな、でその楽器ももうすぐ終わりかっていう時に、あ、今週で潰れますって言われて、えー、ってなって、そんな言われてももうしゃあないし、もう次どうするか考えなあかんし、だからそのクォーターで卒業する予定やった人らほんまかわいそうと思って、はい、でいやほんまもうどうしようと思って、わかった、でロスに来て、ロスの学校行き始めて、ほんでそれロスに来るのも車必要やったから3日間かけてこっちに来て、なんかほんま今年はドタバタって感じ、ほんま、でここに住み始めて5ヶ月でパーキングのために引っ越そうと思って、で引っ越そうとしたら、そのさっき今の家のマネージャーに、あのパーキングのなんかそのなんていうの、パスみたいなのをもらわないと止められないところがあって、それを再来月ぐらいにここに住んでる人に渡すことになったって言われて、だからあのパーキングできるとこができたみたいな感じで言われて、え、引っ越す意味と思って、その前日に言われて、ほんまうんこ、いやもうここまで来てと思って、でなんかちょっとそのもう引っ越すしと思って、なんか感傷的じゃないけど、なんかこう友達とかもできてきて仲良くなってきた、ここでと思って、なんかなんていうか引っ越すの、なんかちょっとパーキングがうんことはいえいい人いっぱいいたから、なんか悲しいなと思ってた矢先って感じで、引っ越すんよっていう、まさき言うてって感じ、まあええけど、でなんか最近仲良くなったブライアンって人がいて、どこやったかな、テキサスかかどっかの人で、でウォールグリーンで今バイトしてるみたいな言ってて、でもうなんかウォールグリーンとかウォールグリーンズとかなんかもう、もう頭おかしい人いっぱい来るみたいな言ってて、
なんか今日もあったのが、あのオールグリーンズってこう入り口と出口なんて、あの扉自動ドアが2つあって、でなんか出口から出ようとした人がいて、鳴らして、はい、やばいやばいやばい、はい、なんか出口から1回出た人がいて、でなんかその中にまだ知り合いがいたみたいで、なんかおいどうすんのってその出口のところで止まってて、でそしたらなんかもうその関係ない出てこようとしてる人がいて、でなんかその人がなんかそっから入ろうとしたみたいに勘違いしたらしくって、お前そっから入ったらあかんぞみたいに言ってたらしくって、でなんやねんみたいな、いや今出ようとしてただけやしみたいな言って、おいやんのかみたいな、 Do you wanna fight? Do you wanna fight me? とか言って、なんかすごい、あ、やられた、なんかすごい喧嘩っぽくなったらしくって、なんやねんとか言って、なんかいけないこう押し合いみたいになって、おいみたいな、でもその友達ももうやめて、もうなん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 みたいななって、はいはい、やられてー、でなんかもうその喧嘩みたいな、もうやめてやめてっつって、でそしたらそのドアの前で立ち止まってた人がなんか胸ポケットから銃取り出して、お前殺されたくなければもう流行っててけみたいな言って、そしたらごめんなさいっつって、はい、ニキルで、なんかその後からイチャモンつけた人がヒーっつって出てたらしくて、いやもうまずその時点でちょっともう狂ってるやんと思って、面白いですね人間って。乗れ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 、はい乗られた、いやほんまロス怖いな。なんか最近自分がカフェに行ってて、歩いて行けるところので、そっから夜10時11時ぐらいに帰ってて、でそしたらなんかホームレスかなんかのおじさんがなんか瓶持ってて、何と思って、やられた、いた、指しびれた、なんやろうと思って、で別になんか関わるわけでもなく通り過ぎたら、その後になんかとかなんか歌いながら、なんかその瓶を割り出してバーって地面に叩きつけて、え何と思って、おろ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 おい、そうだからもう怖い怖いと思って、ほんまやばいぞやばいぞやばいぞ、負けるんちゃう、勝とうや、本気出してこうや、やばい、勝たして、いやなんかほんまにシアトルって平和なんやなと思って、ロスはなんていうかいろんな人がいすぎて、なんかでもその分人種とかそういうことに対してすごいオープンやったりして、そういうとこは好きやけど、その分だからいろんな人種いるから、頭おかしい人もいるし、すごい賢い人は賢い人でお金持ってるから高いところに行ったりとか、だからすごい格差みたいな、こんなもんなんかと思って、いやし、なんかシアトルに行った時はなんか山とかあったりとか、負けた、なんか一人ぼっちになれたけど、ロスはどこも都会やし、どこやろ、なんかビーチがあったりだとか、ディズニーランドあったり、ユニバーサルスタジオがあったり、あとなんやろな、アナハイム、リトル東京があったり、ハリウッドもあるし、いろんなところもあるから、
すごい広いねんけど、どこにでも人がいるから一人ぼっちに逆になれないっていう、ずっとなんかどこに行っても人みたいな、それがねたまにしんどい。でしかも今シェアハウスやから一人にもなれないし、辛いな。今回みんな勝とう、イエーイ。そうや、思い出した、昔だからシアトル、昔って言ってもな、去年かシアトルに住んでる時とか、あ誰もおらん、こう一人の部屋にいた時にこう負けちゃったりして、すっごいゲームとはいえ本気でイライラするから、くっそと思って、やばい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 、いる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 、おい何やったっけ。そうだから人がおらんし一人やから、すっごいイライラした時にゲームで負けたりした時に、それをその怒りをエネルギーに変えてすぐ腹筋とか腕立てしてスプラ筋トレっていうことやってて、そしたらほんま筋肉ちょっとついて、でなんかその怒りのエネルギーが一番強いから、自分にとって普段別に筋トレしたいと思わへんし、やけどその時はもうそんなんもうめんどくさいとか思ってられへんみたいな、もう無理、イライラすると思ってすぐ筋トレし始めて、で毎日100回とかやったりしてて、スプラ筋トレ、でもこれって結構理にかなってるっていうか、そのくっそーって思いやから、その自分にも意地になったりして結構いいと思うねんけど、と思ってて、でもネットとか探してみてもおらんから、そんなみんなやらんねやと思って、スプラ筋トレ、あとたまに何だっけ、スマブラもやるけど、スマブラで負けてもなんかすごいなんか煽りとかおるし、なんか「早かったったら弱い弱い」みたいな、なんかそういうのがクッソだと思って、おいやられたい、なんかそういうのがほんま腹立つから、そん時も腕立てして「乗れ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 乗んねん乗んねん、こういう時乗んねん」って、ほんまいつも思うけど、こういう時にほら全キル、ほら乗んねん乗んねん、はい乗ってる、なんかもうほんまこの同じプレイヤーたちに問いたくなる、このゲームはどうしたら勝ちですか、乗ったら勝ちですよねっていう、聞きたくなる、乗んねん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 、乗ればええねん、乗んねん乗んねん、来た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 、ほら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 、はいはい、握る、ほら飲んねん飲んねん、おいおい、いけんちゃんリードしてリードして、スプラトゥーンは人生やね、はあ、はいはい、おるおるおる、おいやられた、スプラトゥーン日本語でやりたかったな、アメリカで買ったから英語しかなくて、おしっこした、やばいやばいやばい、キルキルキル、勝ちたいですよ、うわぁめめよ、じゃあこのモノマネ結構似てると思うんやけど、メメよ、あ全然乗られへん、あれおる、どこどこどこ、おい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 、全然似てないや、なんかエイムがめっちゃ下手、誰か来て、
明日引っ越しか。何もしてない。いつも飛行機とか乗るときとかもほんまに30分ぐらいで終わらせるから何もやってない。いつもそれで、なんかほんまでっか TV でやってたのが、そのあ、なんかそれでも大丈夫ってなんか脳が覚えてしまってるから、なんかそれで大丈夫っていうその最低基準がそれになるらしくって、あ、買ったやん、知らぬ間にらしくって、それってあかんなと思って、もう26になっちゃった。そんなもんか。はあ、終わり。